今度こそ再戦から2連続ワンラウンド KO で試合を決め、10ヶ月ぶりの後楽園ホールでタイのルンデジ・タナコーンを迎える。泉健二がどうこのタナコーンを料理するか。ボディから顔面、さあ泉か、泉か、場内がまだどよめいています。泉健二やりました。タナコーンを2ラウンドノックアウト勝ち。タイのルンデジ・タナコーンを凄まじい左右連打でなぎ倒し、88年最後の試合をファンの期待に応えノックアウトで締めくくった。翌年3月13日ムン・ソンファン戦、この試合も泉にとっては単なる通過点に過ぎないはずだった。さてこれはまた第3ラウンドの終盤の泉のラッシュですけども、ね、はい、左右の連打押し抜いてね、あ、効いてますよ。さてここでコミッションドクターが一度ムーンの、これは矢板さん、歯ですか、はいはい、だいぶの本人は気にしているようですね、そうですね、はい、さあセコンドがアウトしなければいけません。第4ラウンドに入ります。第2そして第3ともにこの終了間際のゴングで打ち合いがありますが、今度は頭から打ち合います。黒いトランクスが韓国フェザー級要員のムーン・ソンファン、左右のまた思い切ったパンチ、ムーンリング中央、そして白いトランクス泉健二、日本タイトル奪取に向けては何としても落とさない試合、そして内容もやはりいいものを出さなくてはいけない試合であります。第5ラウンド、このラウンドは一進一退、ムーンも左右ロック、泉君だとね、あまり泉君打撃にしてね、こうかわそうとしないあのサウスポーには、あの右のあのオーソドックスのミュージックが最高なんですよね。はい、ね、さあまとめたパンチ、じゃあ猪木連打ストレート、最後引く、さあ連打左、また左、もう一個大きな左のフック、右側を返している、一方的にまた終盤泉が攻めます。左、ここで第5ラウンドが終了。第5ラウンド、また泉終盤ダッシュをかけて、八百田さんが10対9、赤コーナー泉です。さあこれもまた終盤のいいショットですね。いいショット、ストレート右のアッパー、これだけね手が出るんですからね、その次にね打たせるということね。そうなのね、これがもったいないですよね。そうしますと八百田さんとしてはそのディフェンスに関してはですね、何年か前の泉の方がちょっといいかなと、うん、そうですね、うん、なんて言いますかね、反射神経がねちょっと鈍くなったような感じしますね。そうですか、打たせます、打たせすぎますよね。後半第6ラウンドに入ります。泉健二対韓国のムーン・ソンファンの10回戦、第3、第4、第5と泉がポイントをリードしています。左、ロープを背負っているのムーン、左手に完全にこれはタオルが入った。あっけない巻き切れであります。泉4連続ノックアウト勝ち、しかしちょっと課題が残った試合となります。砂川さんが勝者泉の手を挙げました。
泉選手には今年はですね、ぜひともそのまあ日本タイトルもう一度挑戦してもらいたいためにあえてですね、矢部田さんも島さんもですね、タイトル奪取に向けてのこう言葉をお願いしたいんですけど、ね、やはり防御の点でしょうね、打たせないということね。はい、さあそのフィニッシュに結びついたこのラッシュでありますか、それだけいいね、左ストレート右のフックを打っているんですからね、はい、打たせるというのはもったいないですよ。なるほど。さてリング上その泉選手のインタビューができたいと近藤アナウンサーお願いいたします。はい、それでは見事なノックアウト勝ち泉選手にお話を伺います。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。前半といいますか、まあ、かなり相手も手強いところがありました。最後のあの瞬間って言ったんですか。いや、もうただ無心で打ってきました。今日は試合前はまずどういうところに注意して今日の試合を臨んだんですか。やっぱりいつものように下から攻めていこうと思ったんですけど、なんかどうも体が動かなくて。さあ、泉さんはこれまで2回日本タイトルチャンスがありながらそれを生かせませんでした、はい、今年そして3度目、今度こそという気持ち強いと思うんですが、いかがですか、それが。ええ、もう今年がダメだったら、もうダメっていうような気持ちで、それからも頑張りたいと思います。この試合の後、網膜剥離のため、日本ボクシングコミッションから引退を勧告される。チャンピオンベルトを一度も腰に巻くことなくリングを去っていった飯泉健二。しかし彼はまだリングへの未練を断ち切れずにいるという。